はい、こんにちは。今日はですね、久々に本来であれば学校がとかですね、仕事がとか再開している、まあ、そんな時期に当たっているとは思うんですけれども、まあ、緊急事態宣言というところもあって、会社に勤められている方であればテレワークが続いたりとか、あるいは学校だったら、まあ、まだ休校要請があって再開してなかったりとかっていうのがあって、まあ、なかなかですね、日常の生活にまだ戻らないというところであるんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。でそんな中でですね、今日は学校に通っている、まあ、学生さんとかですね、まあ、生徒さんとか、あるいはその親御さんに届ければいいなと思って、動画を上げさせていただきます。で何かっていうとですね、まあ一時どのくらい前か、もう1年くらい前になるんですかね、ユタボンくんっていう小学生の YouTuber の方じゃないですか。でそう、連休のたびにゴールデンウィークとか夏休みとかっていうたびに学校に行くなと、行きたくないなら行くなみたいなことを、まあ、発信している小学、もう何年生になるのかな、4年生か5年生くらいになるんですかね、の子がいるんですけど、確かに自分自身がそういう風に学校に行かなくて発信をしていてですね、で、全然今彼困ってないじゃないですか。困ってないどころか、むしろ普通の小学生が過ごすよりも豊かな人生だったりとか、まあ小学生で人生っていうほどの長い期間じゃないですけどね、とか、あるいはこうたくさんの著名人の方とお会いして、まあ、ちょっと普通とは違う道を進むことができてるじゃないですか。でも一般人である我々、まあ、彼も一般人なのかもしれないですけどね、たまたま YouTube が当たってっていうのはあるかもしれないんですけど、でもやっぱりちょっと一線隠した存在の子供を彼じゃないですか。で我々のような一般人ですねっていうのは、残念ながら何か強く発信したりとか、あるいは学校に行かなくてそんな風に誰かから助けてもらったりとかっていう環境がきちっと整うかって言ったら、それはなかなか難しいというのが現実的なところです。なので我々といいますか、その普段というか、まあ一般的な人たちっていうのは、どちらかというと行きたくないからやめ、行かないとかですね、やりたくないからやめるっていうことではなくて、そこにどうやって立ち向かっていくかっていう、最終的には自分で解決する力っていうのをきちっと、その時か今のこの時点から身につけていくっていうのが非常に大事になってくるというのが僕の持っている結論になります。ユタボン君に関しては、まあ、著名人の方々が手を差し伸べてあげて、一生懸命頑張ってるから応援するよっていう風に、たまたま背中を押してくれる人たちっていうのが周りにいっぱいいてくれたから、あんな風にしてですね、取材とかテレビで取り上げられたりとかっていうのをしてるんですけど、まあ、我々はそれが難しいじゃないですか、まあ、何回言うんだその話はっていうことなんですけど、なので最終的には例えば、人脈を作る力とかですね、知識を身につける力とか、お金を稼ぐ力とかっていうのは、将来長いスパンで考えた時に自分できちんとそれを成し得る力っていうのを身につけていかなくちゃいけないっていうのが、まあ、もう2010年くらいに入ってからずっと言われている力ですよね。もう気づけば2020年代に入っていると、平成から令和にもなってきましたよというところで、じゃあ根本的な、その具体的な、ごめんなさい、根本的なではないですね、具体的な方法に関しては今後また別の動画なんかで上げていくようにしようというふうには思ってるんですけれども、今日はですね、その根本的な、じゃあなんでそれが大事なんですかっていうことを、考え方という意味でお伝えをしていけたらなというふうに思います。まあもうさらっと言いますけど、僕自身もですね、いじめられっ子だったんですけど、まあ、記憶っていうのはどちらかというと古いものよりも新しいものに切り替わっていくときに、そっちの方がこう上書きされていきますから、あんまり僕がですね、いじめられっ子だったっていう記憶っていうのは友達とかあんまりこう覚えてないと思うんですよね。むしろどっちかっていうと、僕は部活とかでもですね、クラスでもまあ横柄な態度を取ったりとか、こう支配的なこうですね、威圧的な態度を取ったりとかっていうのがあると、お前どっちかっていうといじめっ子だろみたいな記憶を持っている人の方が多いと思うんですけど、根本はいじめられっ子だったんですよ。元をたどればいじめられっ子だったと、大体5年くらいですかね、幼稚園の中学年中3から小学校3年生4年生くらいに上がるまでは、まあ、比較的人からいじめられたりするタイプなんですね。物を隠されたり、暴力を受けられたり、周囲に囲まれたりとか、まあ、その細かい話はまたいずれ話します。まあ過去話してる動画もあったりするので、ぜひそちらに見ていただけたらと思うんですけど、
はい、で結局ですね、それを僕は脱出するときにたまたま出会ったバスケットボールのおかげで、いろんなことに自信がついて、バスケットボール一生懸命やることで、運動能力がまず上がりましたと。で、運動能力が上がっていったら他のこともできるようになるんじゃないかっていう自信がついて、勉強もできるようになりましたと。で、小学校6年生とか中学校に上がる頃には、スポーツ面も勉強面もありがたいことに、その学校の中ではトップを張れるレベルにはなっていったんですね。はい、で今日どんなことを根本的な考え方こうですよっていうふうにお伝えしたいかっていうと、元ネタはですね、その方っていうかその作者さんが言ってるわけではなくて、僕が勝手に感じ取ったことなんですが、スケットダンスっていう漫画から取ってきてます。皆さんスケットダンスってご存知ですかね。もうジャンプで終わってかれこれもう何年経つんだっていう話なんですけれども、その中に出てくるですね、スイッチっていうキャラがいます。でそのスイッチっていうキャラっていうのは、まあ、過去ですね、自分がとある過ちを犯してしまった過去から、自分の言葉では喋らずにですね、パソコンで入力した音声を使って周りと会話をするっていう、まあ、そんなキャラクターなんですよね。珍しいですよね、はい、まあ、他じゃなかなか類を見ないキャラだと思うんですけど、パソコンカタカタ打ってそれで喋ってっていうので、まあ、本当物語の最後の最後の瞬間に君たちのことを誇りに思うっていう、他に主人公と面白いヒロインがいるので、その二人に向かって言ったそのセリフから自分の言葉で喋れるようになったっていうのが、まあ、最終巻であったりするんですが、彼はですね、なぜじゃあ自分の言葉で喋ることができなかったのかっていうようなところを元ネタとして、今から伝えていきたいと思います。その具体的なそのシーンとか今日はもうお伝えしないですよ。いつかもしかしたらスケートダンスおすすめの漫画っていうので紹介しようと思っているので、その時に喋ろうかななんていうふうに思っているので、今日はそこではなんですけど、何かっていうと皆さん自身でちょっとイメージをしてほしいんですけど、あなた自身でちょっとイメージをしてください。どんなシーンかというと、今例えばいじめられているとか、勉強が苦しいとか、友達と、喧嘩をしてしまったとかですね、親先生から、ひどいことを言われたりとか、ひどいことをされたりとかして、今あなた苦しい状況です。とてもしんどいです。もう今にもこの場から逃げ出したかったりとか、もう部屋に閉じこもって一切出たくない、そんなシーンに今皆さんがいると思ってください。じゃあ皆さんがそのしんどいとか苦しいとか辛いとかっていう状況で今どんな場所にいるかっていうと、四角い、部屋にいると思ってください。まあ2畳とか3畳とかそのくらいの部屋にいるんですよ。いると思ってください。で一箇所だけ皆さんの体がまあギリギリ出られるであろう窓があると。でそんな中で、皆さんは苦しんで体育座りしてこうやってずっと下を向いてるんです。でもずっとここにいるわけにはいかないと、いつかこの窓を突き破って外に出なくちゃいけないという時に、皆さんならどんな風な出方をしますかっていうお話です。どんな出方します？窓の外を見ると皆さんの友人とか家族とか、先生とかですね、まあ何かしら助けてくれる、まあ、近所のおっちゃんおばちゃんでもそれ誰でもいいです。その人たちが閉じこもっているあなたを見つけて助けてやるって言って窓ガラスを外からバリーンって割ってくれるのを待ちますか？それとも自分から部屋の中で窓ガラスをバーンと割って助けてくれって言って声を上げて手を伸ばしてで引っ張ってもらうのを待つか、どっちですかっていう話なんですよ。要は引っ張り出してもらうか、自分から手を出して助けてくれっていうか、どっちでその部屋から抜け出しますか、その辛い苦しいしんどいっていう状況から抜け出しますかっていう話です。さあ皆さんの方どっちにしますか？待ちますか、それとも自らやりますか？でこの自らやるっていうのがなかなかできないんですよ。それをうまく体現したなって思ったのが、例えばアニメのドラえもんとか、ドラえもんののび太くんですね。のび太くんがドラえもんが未来に帰っちゃうからって言ってジャイに挑んだあの瞬間とか、あるいはメンタリストのダイゴさんが、いじめられっ子に対抗するために、足元に置いてあったなとぶん投げたとかですね、ああいうのが自ら助けてくれとか、アクションを起こしたっていう、まあ、二つの例なんですよね。はい、で何が言いたいかっていうと、結論ですね、どっちも助かります。どっちも苦しいしんどい辛いっていう状況に置かれている部屋から抜け出すことっていうのはできるんですが、その後なんですよ。何かっていうと、自分で助けてっていう経験をできた人っていうのは今後また同じ苦しい状況になった時に早く抜け出すことができます。ところが
反対に誰かに助けてもらったっていう経験ですね。要は外からガラスを割ってもらって手をもう無理やり体を引っ張られたとか手を引っ張られたっていう人たちっていうのは残念ながら、長く苦しみ続ける時間が長いと。でかつですね、窓ガラスっていうそのなんていうんですかね、バリアっていうのが例えば皆さんに対しての、ハードルとかですね、壁とか、それからそれ自体が苦しみだったりとか、しんどさだったりっていうので自分から外に向かってガラスをバリンって割ればそのガラスって外に飛び散ってるじゃないですか。ところが外から割られると自分がまた閉じ込められるであろう部屋の中にそのガラスとかっていうのが散らばったままになってしまうので、今度また閉じ込められた時にうわまた自分は誰かに助けてもらうまでこの部屋にいなくちゃいけないのかっていうだけじゃなくて、その自分の座っている周辺にもそのガラスが散らばっているんでより危ない状況になってしまうんですね。これが例えばメンタルを病みやすくなったりとか怪我しやすくなったりとかですね、立ち直れなくなったりとかっていうような状況になるので、どっちの方がいいかっていうと根本的な考え方っていう部分で言ったら、部屋の中から自分でガラスを割って誰かに助けてくれっていうふうに手を出すっていう方法に絶対やっていただきたいと。これができないと、なんか苦しみ続けてかつしんどい思いっていうのを何回もしてしまいますよと。で自分で、何とかするっていう力がなかなか身につかなくなってしまうので、でもっと言うとですね、人って残念ながら他人にあまり興味のない生き物ですから、もしあなた自身が苦しんでたとしても気づくまで時間がかかるし、気づいてももしかしたら何もしてくれないっていう可能性が高かったりするんですよ。だから自分で何とかアクションを起こして、今私はこういう状況なんでだからこうしてほしいっていうアクションをどれだけ起こす力が、備わるかっていうのは非常に大事ですよということなんですよね。だから、ぜひですね、根本的な皆さんのがもしこの動画を見ている中でいじめられているとか苦しいとか勉強つらいとかですね、友達関係とかつらいとかっていうふうな、今状況下にある方がいらっしゃれば、ぜひ自らこうなんだと、だからこうしてほしい、今苦しいんだ、だから助けてくれっていうようなことを自らアクションを起こせる、そんなですね力をぜひ身につけていただければと思います。で具体的にじゃあその力とかっていうのをどんな風にしてですね身につけていったらいいのかっていう、そんなお話をまたこれ以降の動画ですね今後配信していく予定にしていますので、ぜひそちらの動画をまたご覧いただけたらと思います。もちろん過去にもこういう風な切り抜け方っていうのがありますよっていうのも動画紹介しているものもありますので、それはまたちょっとですね動画のリストなんかを見ながら、ぜひですね、見ていただけたらという風に思います。ということで、すいません今日なんか思った以上に動画が長くなってしまったんですが、ご視聴いただきましてありがとうございました。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。皆さんでしっかりと、自分で何とかするという力を身につけて楽しく生きていきましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。はい、ということで本日も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが役に立ったなと思っていただいた方は、ぜひグッドボタンとですね、それからチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。で、今後もですね、動画配信していくんですが、動画の他にもですね、コーチング生も募集をしています。興味のある方ですね、コメント欄とか、あるいは、チャンネル概要に載せているツイッターの方に DM を送っていただきましたら、コーチング、パーソナルコーチングですね、受けていただくことができますので、そちらもぜひお試しください。ということで、また次回の動画でもお会いいたしましょう。お待ちしております。さよなら。バイバーイ。